陛下、その格好は。なかなか様になっているだろう。さあ、君のために焼いたクロワッサンだ。これは。夫婦円満の秘訣はまず胃袋をつかむことだそうだ。さあ、僕を好きになってもらうぞ。三角巾をかぶった悪魔め。朝にはエッグベネディクトを作ろう。クレイトスにはない料理だ。はあ、そんな朝食に私は屈したりなど。一度知ってしまえばもう戻れないはずだ。たっぷり僕を味わい尽くしてもらおう。卑猥な言い方をしないでください。もっと大人としての良識を。大人など年齢を重ねただけの子供だ。さあ口を開けて。君のために作った愛の形をどうか覚えておいてほしい。二度と他のものなど口にできないように。おいしい。これで君は僕から離れられない。そう、僕らはクロワッサンで結ばれた夫婦になるんだ。そんなバカな夫婦があるか。おかしい、何が悪かったんだ。お前の頭だろ。